しがたっぷり。あのまま炎章の息子の妻であったならば、お前はすでに散っていたろうな。そうですわね。救っていただいたこと感謝しておりますわ。神器、肌は玉のごとく、美貌は花のごとしと称えられた美女である。元は炎章の子炎騎の妻だった。だが関東の戦いで宗妃に見初められて妻となる。その後炎章を破った曹操はついに南進を開始。曹操の子である宗妃もまた覇道の後継者として遠征に参加した。拝謁を賜り恐悦至極に存じます。お主が神器か。美しく聡明、そなたのような者こそ士官の妻にふさわしかろうな。士官、大切にしてやれ。は。あの方が父君。そうだ。そしていずれ私が超えるものだ。報告によると劉備軍は繁盛から広陵にかけて布陣しているよ。またしかしあるヘッパヘイ。劉備軍を追撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。敵はすでに策を用意している様子。それもその軍師の知恵である。注意せよ。ああ、抑えきれませんわ。
敵の狙いはこの地と見る。者ども、守備を固めよう。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。えい、いらっしゃい。毎度どうも。幼稚だと分かってる。なら俺たちが守ればいい。さすが曹操軍、ここまで迫るとは。劉備殿、今はひとまず引いてください。承知した。だが無理をするな。私にはお前の力が必要なのだ。劉備殿、ありがたいお言葉です。退路は俺が必ず守ってみせます。守るのは案外難しい。よろしいか。それを分かってる俺がやる。序書と言ったか。お主の小細工には手こずらされたわ。そんなことは今の俺に救いにはならない。さっさと俺にしてくれ。敵将討ち取りましたわ。検索などできません。
繁盛より敵の進発を確認。劉備を討ち、慶州を手に入れる。随分手こずらされたが、ここまでよ。ものですわ。敵の要所を叩け。この思いを捧げます。よろしく。
劉備を捨て、ここで劉備の命運を断つ。奴の息の根を止めるのだ。冷えてまいりましたわ。中に戻り、我が君、まさかお加減でも。真よ、案じることはない。最高の調べに聞き入っていただけだ。我が君、義弟に安らぎを与えられるのは、とわに傍らに咲く麗しき花、そなただけよ。